今回は、菓子パンのヤバさについて、2ちゃんみんたちが話し合うスレをご紹介します。菓子パン食ってるやつ今すぐやめろ、後悔するぞ。ケーキやマクドよりヤバいぞ。糖尿的な意味で？普通にまずくね？じゃケーキにするわ。今さらやめたってもう手遅れやろ。イーストフードって大量に食ったら死ぬらしいね。そう、無関心。蒸しパン美味しいからしゃあない。いかんのか？超ヤバいんだよ。製パン業界でシェアトップの山崎製パン、同社の哲学について社員が公開説する。無添加は品質が悪い、というのが山崎の発想。だからうちは添加物をためらわずにガンガン使います。その象徴的なものが、パン生地改良剤として使われる発がん性物質の臭素酸カリウム。EU では使用禁止となっており、日本でも大手で使用しているのは山崎だけ、といういわくつきの添加物だ。イギリスは1990年、ドイツは1993年、カナダは1994年、中国は2005年、食品への使用を禁止した。山崎パンも一時使用を中止していたが、令和2年より使用を再開しました。菓子パンってどこからどこまでが菓子パンなんだよ。うまけりゃいいよ。まずいもの食って生きながらいるよりうまいもの食って死ぬ方がマシよ。薄皮あんパン最高や。他の補給食なんていらんかったにゃ。山崎のコッペパン最強や。コーヒークリームパン食ったで。菓子パンうまいじゃん。あれやめろとか苦痛だわ。最近のメロンパンもまだ凶悪なの？オグラ&マーガリンのコッペパンうますぎる。体にクッソ害悪だと分かっていてもあのうまさには抗えない。アップルリングうますぎ。でも太るから食べない。わらわら。派遣の朝飯。また長寿中か、将来に何の展望もないくせに。カロリー高い脂質が多いから太りたい人はおすすめ。メロンクーヘンすれか。例のメロンクーヘン。あのメロンクーヘンは冬山登山に持っていくのに良さそう。メロンクーヘン。飢餓国にメロンクーヘン持っていけばいろいろ解決する。どこにあんなにカロリー詰まってんだよ。成分量見てびっくりするわ。ラーメンよりまずいの？菓子パンばっか食ってたら巨人ファンになっちまった。お前らも気をつけろ。健康よりヤバいのはお前らの将来だろ。揚げ物とか肉類食ってた方がよっぽどカロリー低いってどういうことやねん。美味しい、好きなもの食べて一生懸命働けばいいよ。知力体力使えばそんなに太らんよ。食べて寝てばかりじゃあかん。カロリーだけの問題やなくて、それ以外にも悪いもんが入ってるんちゃう？そりゃ添加物は大量に入ってるだろうけど、そんなこと言い出したら菓子パンだけにとどまらないしな。マジレスするとショートニングがヤバい。国によっては規制されとる。数年前から始めた山崎ボイコット、未だ継続中。コンビニのアップルパイ1個で600キロカロリーくらいあるで。でもやめられへん。アップルリングは2機は1個1500キロカロリーやから意外とヘルシー。ローズネットクッキーとかまずいよな。菓子パン食わずに長生きするなら菓子パン食って早死にする道を選ぶわ。なお、いざ病気になったら後悔はする模様。菓子パンっていうほどうまいか？ロールケーキ美味しいねん。朝はよく食べとる。ソーセージとかカツが入ってるパンの方がカロリーや脂質低いな。そりゃバターと砂糖だらけやし。食いたいもんも食えない長生きに意味なんてない。ちなみにタンパク質に4、脂質に9、炭水化物に4かけるとカロリーになる。バターや砂糖ドババババだからな。惣菜パンにしよう提案。じゃあ朝何食べればええんや。20年近く朝食と昼食に菓子パン食ってるけど痩せも太りもしないな。1個300から400キロカロリーのやつを選んでるからだろうけど。砂糖の塊頬張ってんのと一緒なんやろ。西洋菓子なんて大体そんなもんよ。食パン1枚で167キロカロリーある。大正義白米ってことでいいの？健康中は米も食べないらしい。小麦や大豆も危険らしい。もう、食べるもの、ないじゃん。バター、216回、防御率 0.98、180奪三振。砂糖、208回、防御率 0.24、203奪三振。浅くはないで昼菓子パンじゃいかんのか？食事回数減らすと太りやすくなるよ。これよく言われるけど嘘だろ。俺朝抜いて昼ちょっと、夜ドカ食いだけど太らないぞ。まあ最終的には食べる量で決まるだろうけど、同じ量なら回数が少ない方が太りやすい。相撲取りなんかは1日2食だし。問題は30代からよ。特に35から。そこなんだよね。やっぱ25過ぎたくらいから考えないとな。朝抜くと糖尿になりやすくなるんだってさ。それプラス菓子パンなら糖尿一直線。こんなにカロリー高いなら安いし食費が浮くやん。羊羹を食べよう提案。お前らダイエットとか筋肉つけるのとかでもそうだけど頭で何でも考えすぎだわ。しかも知ったか知識で形から入るし。じゃあどうすればいいのよ。なんでそんなマジレスをあれされないかんのや。腹持ちも良くないしな。恵まれたカロリーからクソみたいな味。食事やいろいろ考えてもガンになるやつはいるし、好きなもん食ってても健康なやつはおるしな。リスクは下げれても発病は避けられないのが悲しい。体に悪くてもナイスステックはうまいからしゃあない。いつからカロリーが悪みたいになったんや。
金払ってわざわざカロリー低いもの選ぶとか狂気の沙汰やろ。パン1個で1000カロリー超えってどういうことよ。人間の細胞って生きてる限りどんどん癌化しやすくなるから、癌にならないためには死ぬしかないね。的理論の横行。要は食べ過ぎなきゃええんよ。なんだってそうだろ。ポテチだって毎日1袋食ってたらあかんけど、1週間で1袋なら何も問題ないわけでさ。コンビニの調理パンはだいたい300から400キロカロリーくらいやな。夜中に近所のコンビニで買った菓子パンを食った時の幸福感わらわら。どうせ運動なんてしないんだから100カロリーも1万カロリーもミートには一緒。むしろ運動しないなら一緒じゃないだろ。毎日食べてるけど別に太らないぞ。そもそもいちいちカロリーなんか気にしてないし。まあ自分も食べても太らないタイプだな。でも毎日食ってたらなんか体調悪くなったからやめた。ニキビと口内炎増えたし。太りやすくなるということはつまり飢え死にしにくくなるというわけで、ありがたい話やでほんま。セブンの卵蒸しパン好きだけど500カロリーぐらいで割ろた。朝食が菓子パンだったけど、おにぎりに変えたらそれだけで1ヶ月3キロ減ったわらた。だからどうやばいんだよ。甘えんなデブ。メロンクーヘン、丸ごとバナナ、丸ごとソーセージの大正義クリーンナップ。糖質で腹膨らませてるとやばいぞ、タンパク質取れ。一日中 PC と菓子パンにかじりついて半年で16キロ増えたぞ。やめとけ。パソコン食いすぎだろ。卵蒸しパン最高や、ワンコインであのうまさ。なお素材とか栄養関連は全く知らん模様。チーズ蒸しパンになりたい。手軽に運動したい。でも周りにコンクリートロードしかない。どないせいっちゅうねん。コンクリートのせいにしてんじゃねえよ。お前みたいなやつは何しても無駄だよ。野球でも見ながら踏み台昇降しろ。水泳をしよう提案。ランニングとかサイクリングなんかより消費カロリーが多いで。自称食べても太らないやつって、運動してる以外は単に言うほど食べてないだけ。毎日5000キロカロリー取ってからええって感じ。成人男性平均の2倍食ったら誰でも太るわ。そういう人は年齢で急に体質が変わったりするから気をつけた方が良いぞ。30代なったら体質変わるとかよう聞くし、今からがくぐるやで。甘いもの食べすぎると頭痛くなんねん。でもやめられん。ホイップクリーム最高や。やれカロリーが低いだの脂肪がどうだの言う前に走れ走れ。腕立て伏せしろ、腹筋しろ、背筋しろ、働け遊べ暴れろ踊れ。人生を楽しめ。バケットはよく食ってる。菓子パンは極力避けてる。だからどうヤバいのか言えよクソデブ。にわか知識でよくわからずヤバいヤバい言ってんなら4ね。菓子パンににわかも何もないだろ。酒タバコ菓子パンはやめとけ、後悔するぞ。だからキュウリを食べればいいのに。俺食っても太らないんだよねわらわら。っていうやつの頭悪さは異常。それで悩んでるガリもおるんやで。デブの嫉妬は怖いね。なんでお前らそんなすぐギスギスし始めるんや。平和路線で行こう。ワイはパン食うとお腹緩くなるって最近気づいた。自称食っても太らないやつは30超えてからも同じこと言えるんか。まあそうなったらそうなっただな。親父は結構食ってたけどずっとガリガリだった。カロリーメイトはカロリー高いよ。でもまああの誰だっけ、ギャルの大食いの曽根なんとかっていう大食いの人、あの人みたいにほとんど消化吸収しないで運行になる体質の人もいるっちゃいるんじゃないのかな。あれ食った後吐いてるんじゃなかったか。あいつは食い物がうんこになる前にそのまま肛門から出してるらしいで。肛門から吐いてると言えるかもしれん。ひえー、わらわら。いや、なんかものすごい勢いでうんこするらしい。タバコやめたってやつが一気に8キロ増えてて増えた。口寂しいと食事してしまうそうな。タバコやめたやつって太るか痩せるかの両極だよな。三大栄養素、タンパク質、炭水化物、脂質、で一番優先すべきなのはタンパク質。カロリー制限ダイエットでリバウンドしないコツはタンパク質をしっかり摂ることやで。甘い菓子パンばかり食べてると基礎代謝が落ちて太りやすくなる。仕事柄まともに休憩時間も取られへんから素早く食える菓子パンをついつい選んでしまう。アンパン1個で10時間働きっぱなしや。実際、太りやすい体質のやつもいれば痩せやすい体質のやつもいる。デブさんサイドとガリさんサイドの歩み寄りが必要。太ってる人より痩せてる人の方が早死にするとかでヤバいんじゃなかったっけ。寿命はガリデブ普通の順番やな。ガリは突然死する率が高いと聞いて今からがくぐるやで。食ってないわけちゃうのに太れないやつからしたらたまらんな。まあ10秒はずらったら大抵体重減るし。そりゃあカロリー不足の方が体には良くないわな。人間は農業を始める前は常に飢えと戦ってきたから飢餓に対する耐性は高いけど、食事が多かった時はあんまり調整機能がない。だから糖尿になる。毎日牛乳1リットルと夜中にカップラーメンや菓子パンを食べてたら63キロから88キロになる。ソースは俺。ファミマのマーガリンメロンとかいうのやべえよ。大学はチャリで動き回ってていくら食っても太らんわとか言ってたが、就職して移動全部車になったら25過ぎあたりから腰回りに肉がつき始めたぜ。腰回りってどうすれば落ちるんだろうか。
昼か夜どっちかは揚げ物を食わないようにして、毎日腹筋プログラムと最終プログラムを連続でやったら1ヶ月で少し効果出たで。背後にいる人とタッチする感覚で右、左、と腰をひねる運動がええで。1日100回くらいやったら効果がある。お前らと違ってバッチリ運動してるから食っても問題ない。ご視聴ありがとうございました。この動画が参考になれば幸いです。有益なスレをまとめていますので、よかったらチャンネル登録お願いします。